今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル。今日はですね、アジア食材の店で、これ多分台湾のインスタントラーメンだと思うんですけれども、本流麺皮と読むらしいんですけれども、ね、赤い油を使った辛いやつということで、こういろんな種類あったんですけども、僕辛いのを選んだつもりがごまのやつを選んだみたいですね。ちょっとね、その辺はちょっと失敗したかもしれないです。でこんなのが、まあ言ってもね、ちょっと辛いやつがついてのはいるんですけれども、ごまの感じですね。なんか担々麺っぽい感じなのかなと。でこれ麺がすごいですね。これ書いてないですけど、ビャンビャン麺みたいな、ビャンビャン麺ってこんな麺違いましたっけ。これがね、もちもちとしてワンタンみたいでめっちゃうまいんですよ。これ好きです、この麺で。これネギだったんですけど、これ麺と一緒に茹でたらよかったんちゃうかな。で、粉の、なんか、これスープみたいなやつですね、だしかな。でこれがそのごまと、辛いやつが混じったような、これがだから赤いやつだともっと、ホアジャオっていう山椒が入ってたり、するんだと思うんですけども、これはねそんなに辛くなくて、ごまの香りがすごい、あまり辛くない担々麺みたいな、感じの味でございました。でこれね、麺がもちもちで、いや僕これほんまに好きでしたね。なんかで、野菜とが足りないので、野菜をちょっと、冷蔵庫から引っ張り出してきて、いただいておりますが、これがねもちもちなんですよ。ワンタンの皮を食べてるみたいな感じ。僕ワンタン皮だけあったらもうそれでいいなと。ワンタン中身いらない派なんですけども、これまさにそんな感じなんですよね。でちょっと歯ごたえもあるので、まあパスタみたいといえばパスタみたいなんですけど、でもやっぱり麺なんですね。なんやろ、うどんじゃないけどきしめんじゃないけど、まあその部類に入るんですよね。で辛さがやっぱり足りないので、豆板醤をちょっと、プラスしてみましたと。ほんまね、ホアジャオというあの中国山椒のしびれ系があったらもっと良かったんやなと思うんですけれども、でもやっぱりあの豆板醤入れたら、パンチが入って良くなりましたよ、美味しくなりました。で、これは日本海産の細もずくですね、若さとかの、日本海産のやつもずく細くて僕は大好きなんですよね。沖縄のやつはちょっと太いですよね。これとこれは、母親が作った、わかめときゅうりの 酢の物ですね。でタバスコです。もうパスタやんけと思ってタバスコかけたんですけども、これがもう大正解。これタバスコ、あの酸味あるじゃないですか、辛くて酸っぱいっていうので、これもう最高にうまかったです。これお酢を入れてもいいのかもしれないですね。だから豆板醤と、で辛みはあの青唐辛子とか買ってきたので、あんなんを入れても、美味しいのかなと思いました。あとホアジャオですね、ホアジャオを買ってきてちょっと乗せて食べたい感じです。いやいかんせんこのビャンビャン麺みたいなやつ、非常に美味しかったです。4袋入りなので、あと3回楽しめると思ったら楽しみでございます。またアレンジしていきたいと思います。というところで、今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル、チャンネル登録よろしければこちらでお願いします。毎朝7時にアップしておりますので、ぜひご覧くださいませ。それではまた明日お会いいたしましょう。本日もご覧いただきありがとうございました。